通使用しております機関車9号機関車は今から107年前の明治45年西暦1912年にアメリカのゴールドウィン社で製造されました。機関車の長さ8メートル、重さ23トンございます。当社は富士身延鉄道が購入し、富士身延鉄道3号として現在の JR 身延線を走っておりました。昭和49年からは明治村で終電、終電を繰り返しながら走り続けている現役の機関車です。列車を折り返し4丁目方面へ参ります。 SL 東京、 SL 名古屋駅に変わります。